国民の所得倍増。はい、こんにちは。そしてこんばんは。白坂和也です。まだまだ続く自民党の総裁選。今日はですね、加藤勝信さんの話をしていこうと思います。加藤勝信さんといえば、厚生労働大臣や、そして官房長官を務めるなど、政府の要職に就いていたことで知られていますが、それでもですね、まあ地味で穴のない政治家と言えましょう。そして今回の自民党総裁選でも、やはり地味で目立っていないんですね。名前が上がることはほとんどありません。そんな加藤さんのですね、自民党総裁選出馬に伴う記者会見が9月10日に行われ、そして早速僕もですね、その記者会見に参加してまいりました。この記者会見の特徴はですね、なんといっても記者との質疑応答にあったかと思います。司会を務めたのは橋本岳衆議院議員、あの橋本龍太郎元総理の次男です。彼はですね、めんどくさかったのかどうかはわからないんですけども、質問に関しては最前列の端っこからこう順番に指名していきますと、そのように宣言して実際その通り実行していったんですね。で、僕はですね、一番最前列に座っていたので、まあ自動的に質問をすることができたわけです。これ普通でしたらですね、記者からかなり強いクレームが出そうなんですけども、まあその時はですね、なぜかそういったクレームは出ませんでした。で、僕はですね、どのような質問をしたかというと、高齢者の医療費3割負担に関するですね、質問をしたわけです。ご協力お願いします。どうぞ。フリーランスの白坂と申します。先ほどですね、子どもの医療費ゼロという話が出たんですけども、その一方で今は高齢者の医療費を上げなければいけないんじゃないかという議論が出されています。2021年の実績では35歳から39歳の保険料は約31万円で、医療費は約14万円にとどまっています。その一方で75歳から79歳の高齢者の保険料は8万円に対し、医療費は約76万円もかかっているという現実があります。で、若者の間では老人の負担が軽すぎるとか、高齢者に搾取されているという声が実際に上がっているんです。そこで質問なんですけども、加藤さんはですね、例えば高齢者の医療費3割負担を実現するなどといった議論を進めるであるとか、それは必要と考えておりますか？見解をお聞かせください。今のは医療費、医療費であり介護費の負担ということだと思います。で、これについては先ほど申し上げたように、能力に応じて負担をしてもらう、これにつなげていかなきゃいけない。じゃあ今実際保険料の算定根拠、それになっているもの、そこにその人の獲得しているものが全部入っているんだろうか。主としてサラリーマンのいわゆる雇用所得、これが中心になっている。ですからそういったところも私は見直していくべきだというふうに考えています。ですから若い人、高齢者という年齢ではなくて、その人がどれだけ負担する能力があるのか、それで決めている。そして高齢者の場合はやはりそれだけ費用がかかりますから、若い時はほとんど病院にも行きませんけど、かかるわけです。やっぱりそこがかかっているということも前提としながら、その生活に与える影響をよく見て負担割合を決めていく、これが大事。そして負担割合を決めるときにはやはり負担能力に応じて決める。ですから若い人と高齢者の方と同じ所得であれば、例えばやっぱり同じ費用負担を求めていく、これは私は一つの考え方だと。とすると裕福な高齢者がいるとすれば、やはり3割負担というのは当然であると、そのようなお考えですか？今でも高齢者の方、所得の高い方に対してはそうしたことを負担を上げていくという議論をさせていただいていますが、そこは負担能力に応じて負担を、医療費の負担も、保険料の負担もそうですし、医療費の負担も含めてですね、当然考えていくべきだと考えています。ありがとうございます。
では次の。若者の保険料はそれなりに高いのに、実際の医療費はさほどかかっていない。その一方で高齢者の保険料は安いのに、実際の医療費は非常に高い値段がついている。こういった現実を目の前に、若者の間からは老人の負担が軽すぎるとか、高齢者に搾取されているという声が実際に上がっています。これに対して加藤大臣の見解を尋ねたんですけども、これはですね、非常に難しい問題をはらんでいるんですね。単純に高齢者の医療負担3割を実現してしまうと、では年金生活者の生活はどのようになってしまうかといった問題が必ず出てきます。そういった中で高齢者の医療費を従来通りに抑えておくと、先ほど言ったように若者の方から大きなクレームが出てくる。これに対して加藤さんはどのような見解を持っているか、そういった趣旨の質問でした。結論を言えば、加藤さんはですね、高齢者、若者に限らず、それぞれの負担能力に応じて保険料を払ってもらうといった趣旨の回答をしたんですけども、これはですね、問題の解決になっているかというと、これほとんど解決になっていないと思います。というのもですね、この方法だとどうしても若者の方から、医療費は少ないのになんでこんな高い保険料を払わなくちゃいけないんだという、まあそういったクレームがやはり出てくるからなんですね。このようにですね、加藤さんの特徴は原点を恐れて当たり障りのない回答をしてしまうということにあるんですね。結果的にですね、効果的で無難な回答に落ち着くんですけども、何一つ問題の解決には至らないと、まあそういった特徴があります。で、加藤さんなんですけども、今回の自民党総裁選では全く話題にもなりませんでしたし、そして総裁に選ばれるといったことはまずないんですけども、ただ僕はですね、ふと思ったんですね。今回ではなく次の総裁選、あるいは次の次の総裁選で、もしかして加藤さんが浮上してくるんじゃないかなと、そのように直感したわけです。例えば小泉進次郎さん、非常に知名度もあり人気もありますけども、まあ皆さんお分かりのように中身は空っぽでしたよね。そして高市早苗さん、彼女はですね、非常にこう勉強熱心で見識も高いんですけども、なんというかこう追い詰められると口から出まかせを言ってしまったりとかですね、妙に強気の発言はどうしても右翼極右的なですね、雰囲気が漂ってしまいます。そして石破茂さんですね、極めてまともな方だとは思うんですけども、自民党内部でですね、ほとんどこうやっぱり人気がないと、まあそのような特徴がどうしてもあると。その点加藤さんはですね、まあなんていうかこう何事においても無難にこなしてしまうと、まあいいか悪いかは別としても、このようなですね、当たり障りのないこの無難な人がですね、案外ですね、次の総裁選候補の有力候補者としてですね、浮上してくるんじゃないかなと、なんとなく僕はですね、直感してしまったんですね。なので、まあ様々な意見は終わりかとは思うんですけども、僕はですね、これからちょっと加藤勝信という政治家に関してはですね、ウォッチしていきたいなと、個人的に思った次第です。それではですね、記者会見の模様、そして質疑応答の模様をご覧ください。加藤勝信議員、ご入場ください。皆さん、おはようございます。
おはようございます。私、加藤勝信から皆さんにご報告したいことがございます。私は今回の自由民主党総裁選挙に立候補いたします。まず、多くの課題に取り組んでこられた岸田総理、岸田内閣を支えてこられた皆さん方に心から感謝を申し上げたいと思います。そして今ここに立たせていただいている私に未来をかけてくださった推薦をしていただいた議員の皆さん方、そして私の21年間の議員生活を支えてくださってきた多くの皆さん方に心から感謝を申し上げます。競争、新しい日本。日本の強みを呼び覚ます。一人一人の思いを形に。日本総活躍プラン。これが私が今回の総裁選挙でお訴えしたい政策目標であり、スローガンです。私が考える競争とは、それぞれの価値観や個性を認め合い、協力し、新しい力を生み出し、そして課題を、問題を解決する仕組みであります。これは和の国である日本の強みにもつながることであります。改革を推し進めるのは当然です。しかし同時に私はこの競争というこの価値観を大切に改革を断固し政策を進めていきたいと考えています。正しくお伝えするために時として原稿を使いながら読まさせて説明をさせていただきたいと思います。党の改革の公約、競争につながる党改革、政治と金問題へのけじめと透明性の向上、政権公約は目指すべき世界から信頼される国、すべての人が幸せを感じ、安心して活躍できる社会、そして私が最も重要だと考えている最優先で推し進めたいことは、国民の所得倍増です。これ以上に重要な政策はありません。30年間にわたりデフレが続いてきた日本経済、この間世界の国々は成長を続けてまいりました。安倍、菅、岸田政権における取り組みにおいて、今、さまざまな良い兆しが見え始めてはあります。しかし、日本の経済の状況は、国民の皆さんが考えている以上に深刻です。昨年、日本の GDP は人口3分の2のドイツに抜かれ、そして今や、インドに追い抜かれようとしています。一人当たりの GDP はもっと厳しい状況です。2024年に対する IMF の発表によります、日本の水準は、順位はなんと38位となっています。また、名目賃金を見ていただきたい。欧米諸国の水準は日本の倍率、また購買力平価で見た実質賃金、これは 1.5 倍、そして最低賃金、これも2倍から2倍以上、
欧米の水準が高まっているところであります。こうした状況が続いて良いと思うのでしょうか。国民の所得倍増は待ったなしであります。強い覚悟を持ってこれに取り組み、国民の豊かな生活を必ず実現していかなければなりません。短期間で必ず成果を出して、立ち止まっているいとまや余裕はありません。今回の総裁選挙はまさにこうした状況に立ち向かうことのできるリーダーを選ぶ選挙です。今国民の所得倍増という難しい目標から逃げることなく真正面から立ち向かい成果を出すことのできるリーダー、これが必要です。私にはそれを実現するプランがあります。それが一億、それが日本総活躍プランです。抽象論や関連論ではなく具体的なプランに基づいてこれを実現する。私加藤勝信はその強い覚悟を持って今回の総裁選挙に立候補いたしました。私は議員としての20年間国民の利益第一、これを考えて取り組んでまいりました。また大臣として一億総活躍社会の実現、働き方改革にも取り組みました。またコロナ禍という未曾有の事態において苦しくても諦めず多くの皆さんの協力をいただいてこれを乗り越えてくることができました。私はこれまでの経験で培ってきた全ての力を投入し皆さんの所得倍増を図っていく、あらゆる手段を尽くしてこれに取り組んでまいります。これが私の国民の皆さんや党員の皆さんへの約束です。まず党改革です。自民党は今政治と金の問題により国民の信頼を揺るがす危機に直面をしています。今こそ政治は国民のものという血統の原点に立ち戻り、党改革や政治資金改革を進めていくべきであります。まず申し上げたいことは、私はみんなで作った法律やルール、そして決定したこと、これはしっかり尊重していきたいというのが私の基本的な立場であります。そして今回の問題についてはすでに検察の捜査が入り結論が出ています。また自由民主党においても有識者を交えた党紀委員会が開かれ、すでに処分が決定をされています。しかし国民の皆さんからは納得できないという強い批判をいただいています。私はその怒りよくわかります。まず取り組むべきは説明責任。衆参の政治倫理審査会の議決によって各議員に説明が求められています。また広く国民から説明を求める声が湧き上がっています。そうした声を真摯に受け止め、私はそれぞれの議員に対して説明責任を果たすよう徹底して働きかけをするつもりであります。また今般の記載問題について、これは派閥であり各議員における違法行為ではあります。しかしこうした違反を是正するチェックをする体制を自民党が持っていなかった、これは自民党の責任だと思います。まず自民党として記載相当額について国庫に
返納する手続きを検討すべきと考えています。改正規制法に定められている重要検討事項、これは当然1年以内に法制化を図っています。同時にこのようなことが起こってしまった背景や原因を考えているんです。今回の件について私も話を聞く中で、このようなやり方は問題ではないか、見直すべきではないかという声があったとお聞きをいたします。しかしそれが議論されないまんま今日まで来てしまった。つまり党における自浄作用が損なわれていた、その結果が今日の事態を生み出したと思います。今回自民党はそうしたことを踏まえてガバナンスコードを改定をいたしました。このガバナンスコードを徹底して遵守し、違反があれば厳正して厳正に対処する。そしてこれでも足りない、こうした事態があれば直ちにさらなる改革を断行します。次に政権公約に関してお話をしたいと思います。この説明に入る前に、私はやらなければいけないことが、早期に経済対策をしなければならない。それは能登半島地震の復旧復興、そして台風被害からの復旧、そして国土強靭化の加速であります。それに加えて賃上げ所得向上を促すさらなる環境の整備、成長を引き上げる国内投資の促進、地方の活性化です。こうした案件に関して速やかに経済対策を策定し、実効性のある大胆な補正予算を編成し、早期の成立を目指したいと思います。それでは私の公約、国民の所得倍増を柱とする8つのプランについてご説明いたします。お手元にも資料があると思います。私が最重要視することは国民所得の倍増です。今の日本経済、多くの問題課題を抱えています。しかしその問題の根っこにあるのは、国民の所得が上がらない、あるいは物価に追いつかない、多くの問題はこのことに紐付いていると考えています。また我が国の競争力の源泉は人材です。グローバル化が進む中で、また各地で人手不足が生まれる中で、人材の獲得競争は激化をしています。所得が今後増える展望がなければ、日本の若い皆さんは海外を目指していくでしょう。しかしそれでは日本の空洞化がさらに進むということになってしまいます。私は安倍、菅、岸田政権の真髄を受け継ぎ、日本の国民の所得倍増、これを私の最重要目標といたします。政権の最重目標といたします。これが総裁選挙における私の国民党員の皆さんへの約束です。そんなことは本当にできるのかと思っておられる方もいらっしゃる。しかし私はまだまだ日本には多くの強みが、しかし残念ながらその強みが本当に十分に生かされているのか、こう思っています。そのことを念頭に、先ほど申し上げた日本の強みを呼び覚まし、一人一人の思いを形に、日本総活躍プラン、これを実行したいと考えています。足元、
賃上げ率は33年ぶりに 5% を超えました。実質賃金もプラスの兆しが見えてまいりました。そして設備投資も30年ぶりに100兆円を超えることとなりました。この30年間日本経済を苦しめていたデフレからの脱却も目の前に迫ってきたと思います。この流れを動きを止めてはなりません。いやむしろここで一段アクセルを踏み込むべきです。そして力強い成長を確かなものにしていきたい。そのための鍵が所得倍増で、それを支える国内外からの投資の拡大であります。日本企業には高い技術があり、生産性も向上し、今や企業収益は過去最高水準、内部留保はこの10年で倍増しています。しかし一方で労働分配率は低下をし、国内への設備投資は停滞をしています。しかしこの状況が逆に考えれば、投資や賃金、賃上げを行っていく余地が十分あるということではないでしょう。生産が向上し、企業の収益が上がり、後から賃上げがついてくる、こう言われております。しかし私は必ずしも日本の状況はそうなってはいないと考えています。賃上げを起点として新たな好循環を生み出す経済、これを構築していかなければなりません。力強い消費が消費者の購買力を上げている、新しい商品を生み出す競争を促す、企業の稼ぐ力を高め、そしてそれがさらなる賃上げにつながっている。つまり所得の向上が主導して、日本全体が元気になるような経済の好循環を生み出し、これを作っていかなければなりません。そのために予算、税制、規制改革などあらゆるすべての政策を、どのような壁があろうとそれを乗り越え実現をしてまいります。特に重要なのは国内投資です。日本企業の国内設備投資の水準は2000年を100とすると2020年は105にとどまっています。ほとんど伸びていません。その結果、国内設備の平均寿命ヴィンテージ、これは欧米先進国の中で一番長い水準になっています。しかし今時代は新しい技術がどんどん生み出している。こういう時代の中で、このままでは日本は取り残されていってしまいます。しかし日本に投資する資金がないのか、そんなことはありません。日本の企業が現預金として保有するその金額は、例えば GDP 比で見た場合にはアメリカの3倍、実額で見てもドイツの3倍の350兆円となっています。またこの水準は日本がかつて経験したあのバブル期の倍以上の水準であります。成長率を上げるには、蓄積された企業の資金を賃金や投資に回すことが重要だ。まさにこれは政府の経済財政報告の中でも指摘をされています。日本は儲からない、成長しない、この考えを打ち破り、国内にどんどん投資が行われ、経済成長が続く希望に満ちた国に変えていきたい。必要なのは政治のリーダーシップです。政策の大きな方針を示し、脱炭素化あるいはデジタル化などさまざまな社会的な課題を国に向けて、例えば
県民、官民が連携した積極的な産業政策を展開、あるいは予算を重点的に投入する、また投資の促進に向けたメリハリのある税制に変えていかなければなりません。国民所得の倍増プランに加えて残りのプランについて簡単に説明をさせていただきたいと思います。一つ目が国民の所得倍増です。二つ目は地方であります。特に深刻化する地域の人口減に対応するため、地域を支える企業や事業者をしっかりと支えていく必要があります。そしてそれとともに医療、教育、子育て、介護、買い物、移動など、まさにそこで暮らす人々の生活を維持するそのサービス、これを地域の持てる力を組み合わせた形で存続させる新たな仕組みを作っていかなければなりません。このことはまさに存続の危機に瀕している。過疎地の皆さんの声にも応えていきたいと思います。3つ目は子どもです。最近の急激な出生数の減少は我が国の持続可能性を考える上においても危機的な状況で、所得の倍増、また弾力的な働き方の推進、こうしたこともしっかり進めていく必要があります。しかし同時に給食費、子ども医療費、そして出産費用、この負担をなくす3つのゼロ、これを目指します。4つ目は社会保障です。私も3回の厚生労働大臣を含め長らく社会保障には取り組んでまいりました。しかし今本当にこの制度は持続可能なんだろうかという懸念の声をお聞きします。そしてこれから、いやすでに人手不足、なかなかサービスの提供が難しい、こうした声にもしっかり対応するために必要な方に必要なサービスが提供される仕組みに、そして同時に能力に応じて負担し支え合う仕組みを、これを構築してまいります。5つ目は女性活躍であります。私は内閣人事局長として女性の幹部の登用、あるいは女性の採用枠の拡大に取り組んでまいりました。そうしたものとして働きやすい環境を整備をしていくことを積極的に進め、女性の活躍を推進していく、究極的には女性活躍という言葉をむしろ死語にしていくというふうに思っています。6つ目は攻めの農林水産業であります。地球環境の温暖化が進む中、また肥料や飼料や資材高騰、こうした状況の中で今農林水産業を営む人たちは大変苦労としておられます。そして農林水産業はまさに地域の支えでもあります。私は生産性の向上、環境との調和、こうしたことを図ることによって農林水産業を農林水産業の持続的な発展、これを実現してまいります。7つ目は外交防衛拉致であります。副長官時代に安倍首相の首脳会談に同席をし、そこでのやり取りを目の当たりにいたしました。我が国の平和と繁栄を守る、先を見据えた戦略的な外交と安全保障の強化、これを進めていきたいと思います。また、すべての拉致被害者の即時帰国に向けて、日朝首脳会談の早期実現に努力をしてまいります。8つ目は憲法改正と万全な危機管理体制の整備であります。憲法改正については、私自身、党の
憲法改正実現本部の事務総長としてこの間論点の整理などに取り組んでまいりました。ご承知のように憲法改正は衆参の3分の2以上の賛成、国民投票の過半数の賛成が必要であります。そのことを念頭に憲法改正に関する方向性を同じくする政党とも連携をして、自衛隊と緊急事態条項を明記する憲法改正を実現します。危機管理については能登半島の復旧復興、東日本大震災、原発事故からの復興支援、福島の創生、これを進めるとともに大規模地震対策を強化していくためにも、人材、ノウハウ、備蓄、これらを一元的に管理する総理直轄の危機管理庁を創設してまいります。そしてこれらの8つのプランの徹底により、私が目指す世界から信頼される国、すべての人が幸せを感じ安心して活躍できる社会が実現されると考えます。もちろんその中で一番大事なことは国民の所得倍増です。これまでの記者会見をお聞きをしておりますと、選択的夫婦別姓制度についてのお話がありました。旧姓の通称使用にはいろいろと不都合があり、選択的夫婦別姓制度を求める声以下にあります。一方、最高裁の判断では家族の姓を一つに定めることは合理性があると、つまり家族同姓制度が憲法上合理的、家族同姓制度が憲法上合理性があると認められています。さらにこうした別姓制度、まあ、私は別氏制度ということもありますけれども、これについては親と子が別々の姓になってしまうのではないか、あるいは子どもは自らの意思で別の親の姓を変えられるかなど、まだ議論を尽くさなければいけない点が残っているようです。しかし私は今の困難不都合を解決していく、これは政治の責任だと思います。私は家族同姓制度は維持しつつも、まずは法的社会的な不都合、これを解決する。そのために旧姓についてはいわゆる通称使用にとどめることなく、法律上の姓、まあ氏として使用を認める、旧姓俗称制度、これもあり得ると考えています。もちろん党はもちろん国民の皆さんの幅広い議論を行っていく必要がありますが、私は総裁になれと責任を持って答えを出したい。最後に公約を実現するための私加藤勝信の5つの誓いを申し上げたいと思います。私の議員会館事務所には国会議事堂の絵が飾ってあります。そこには五箇条の御正門にある万機公論に決すべしという言葉があります。これは私の政治信条の基本でもあります。この五箇条の御正文こそ日本国憲法の審議にあたり、当時の吉田総理日本国の国情を文字に表したものと説明をしたい。日本の保守の基本的な理念である、また私は民主主義の礎でもあると考えます。これをもとにして私なりに作り出したのがこの加藤勝信5つの誓いです。読み上げさせていただきます。一つ、国民一人一人の声に真摯に向き合う。二つ、多様性を尊重し協力し合い安心できる社会を築く。一つ、一人一人の自由と挑戦を尊重する仕組みを作る。一つ、古い慣習を打破し、
公平な社会を実現する。一つ、世界から知識と技術を取り入れ強い日本を築く。この5つの誓いを皆さんと共有し、政経運営の基本方針にしたいと考えます。最後に改めて申し上げます。国民の所得倍増、この最も重要な目標は何としても成し遂げてまいります。国民の所得倍増を目指すために、さまざまなしがらみからありえないとした政策について、断それを跳ねのけ実行してまいります。国民の所得倍増に私は命を懸けて取り組んでまいります。本日はお忙しい中、記者会見に参加していただきまして、本当にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。それではこれから質疑応答とさせていただきます。僭越ながら私から順に質問させていただきます。係からマイクをお渡しいたしますので、質問の前に社名とお名前をお願いいたします。なお本日非常に多くの皆様方がご参加をされて質問多数に上っておりますので、大変恐縮ではございますが、ご質問についてはできるだけ簡潔に、なるべく一問ずつでお願いをしたいと考えておりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。すみません、名前ぐらい、すみません、僕皆さんよくわからないので、あちら前列あちらから順次させていきたいと思います。挙手の方どうぞ。すみません、テレビ東京の白石と申します。私からはですね、経済政策について伺います。三位一体の労働市場改革の推進ということを掲げられています。今回総裁選ではですね、解雇規制の緩和について言及され、労働市場改革、賃上げを進めていくというと訴えられる方もいらっしゃいますけれども、あとですね、この解雇規制の緩和についてはですね、どのような考えを持たれているのかということと、あとその所得倍増と、あえて倍増と言われました、この倍増についてですね、例えばいつまでにと言いますか、そこの目標期限というものが考えられているのか、このあたりの考えを解説できます。はい、解雇規制という言葉、いろいろ使われているんです。私が厚労大臣時代、そして今政府で議論しているのは、むしろ解雇規制というのを解雇にかかる解決のする手段として金銭解雇、による手段を考える。まさに労使間で揉めた結果として、働く側から申し入れがあれば、それは金銭で解決する、これが今議論されている話であります。私はこれはしっかり議論すべきだと思います。ただそのアメリカのようにお金を出せば解雇はできる。確かに労働市場の流動性を高めていく必要があります。しかし今日本の現在の市場を見たときに、転職し給与が上がっていく、これがなかなか見える実態にはなっていないと思います。ですから大事なことは、今進めている労働移動の円滑化を進め、そして分厚い転職市場を作っていく、そしてその中で人々が仕事を続ける、違う仕事に挑戦する、そうした機会を作り出していくということが、私はまず大事だというふうに思います。それなくして、企業側からのその解雇規制と言っている意味は、企業側から金銭を持って解決することができる、それを認める、これはまだ早いというふうに考えています。それから、国民の所得倍増の時期、なぜ倍増と言っているか。先ほどご説明したように、私は倍増でも多分足りないと思います。というのは、これを実現するには10年いや15年はかかる。この30年間日本は賃金上がってきていないわけです。それを克服するにはそれだけの時間がかかる。しかし逆にそれだけ時間がかかるという、これからさらに他の国も賃金が上がっていく、当然それを考えれば私は2倍でも足らない、しかし明確にやはりまず倍増を図る、進めていくんだ、この強い意志、決して簡単なことではありません。しかしそれを言い続け、実現続ける、
そのことが今の流れを変えていくことになると感謝を示しています。はい、では次の方。中国新聞の宮田です。よろしくお願いします。政治と金問題の部分で昨日のことに関連してお伺いします。政策活動費に関してなんですが、候補者の方の中にはですね、都会を唱えるような方もいらっしゃるんですが、この資料では上限公開制度とあります。この上限というところでですね、具体的な考えがあるのかどうかというところと、あと公開というのは現状の領収書の10年後の公開、それ以外に今は何か具体策があるのか、そのあたり、教えていただければと思います。はい、資料の3ページ目に書かせていただいているこの重要検討事項、これはまさに検討事項として載っているものに載せているということですが、これについて私の考え、私自身政策活動費等の幹事長になったことがないので扱ったことはありませんけれども、私は原則公開でいいと。ただし、しかしその中には相手の問題からどうしてもこのタイミングでは示すことができない、難しいというものがあると、そういった場合にはまさに次にある第三者機関、ここにおいてこの情報を開示すべきかどうか判断していく。まさに今国に対する情報公開に対する仕組み、まさにこういった仕組みでいいんじゃないか。だから原則は自由、しかしもし公開ができないことがあれば、それについて第三者委員会に諮り、そこが納得、そうだね、お墨付きをもらえばそれは公開とし、しかしそこからいやいや公開できるよと言われればそれを公開する、こういった透明性のある取り組みが私は適していると考えています。条件か、政策活動費、今申し上げたようにですね、公開をするということになればそれ自体上限を設ける、当然その中身によっては違う品目に回るものもあるんだろうと思います。そこは私はまずは原則公開、これが大事だと考えます。はい、どうぞ。お世話になります、メディファックスの後と申します。加藤先生は、国民の所得倍増というのを会見の中で非常に強く訴えられたというしておりまして、であと社会保障改革の中では医療介護福祉職員などをさらなる処遇改善というのを施策の中に掲げられております。この、公的サービスの中で働かれているかなと思いますと、こちらの方の処遇改善を進めますと、それが、保険料の上昇という部分に跳ね返るものがございまして、その国民の所得の倍増というところと、それからその、働き方としては相反してしまうところがあるのかなというふうにも考えますんですけど、そういうところはどういうふうに考えられているか教えていただければと思います。国民から見たときに自分たちの所得が上がるという話と、そうした税の負担や物価が上がるという話、これすごく大事だと思います。そのタイミングが大事だと思います。今私たちが苦しんでいるのは賃金は上がってきています。しかしそれ以上に物価が上がってきている、このバランスだと。経済が成長していく中には当然物価も賃金も上がってきます。そしてこれまでも物価を飲み込みながら生活の質を向上してきたわけですから、私はその順番、これが大事である。ですからまずは処遇、今おっしゃった医療や介護、そうした場で働く方の処遇改善も行っていく、あるいはそうした現場においては今さまざまな費用が高騰しているわけです、こういったものもしっかり上げていく、これが必要だと思います。それを通じて経済が回っていく、そしてその中で物価の上昇や人件費の上昇を飲み込んでいける、ぜひこういう流れを作っていきたい。したがってそこには少しラグがあるかもしれない、しかしそのラグは今ある資金を活用する、いろんな手段を使ってきちんと所得が上がっていく、そしたその中で例えば介護費用や医療費の増額を飲み込めていける、あるいは今で言えばエネルギーコストの上昇を飲み込めていける、こういう流れをしっかりと作りたいと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。
パークタイムズの望月と申します。女性活躍に関連してですね、先ほどちょっと分かりづらかったんですが、いわゆる加藤さんは選択的夫婦別姓の導入を認めるべきであるという考えなのか、それから女性活躍、昨日高市大臣に答えていただけなかったんですが、クォーター制の導入ということについてどうお考えか、圧倒的に自民党は女性の議員比率が低いということ、ご自身が総裁になった後には、女性の閣僚、例えば野田さんの野田聖子さんのように 50% 以上など、具体的な目標通知があるか、それから裏金に関してですね、麻生派でも、政治金パーティーのキックバックという報道が毎日新聞のスクープで出ました。このことについてはまだ、国会政倫審等の場でも厳しく議論されていません。新たな事実が出てきた今、厳しく自民党及び第三者機関を作り、精査し調査し、これについても厳正な処分ということをやるべきだと思うかということ、それから政策活動費、すみません、たくさんこれで終わります。10年後の公開とおっしゃっていて、これはいやもっと早くということなんですかね。はい。そして一部の議員はこれ活動費を今も停止する、小泉進次郎さんや茂木さんが言っています。このことについてはそうではないと、早めに公開したいということなのか、すみません、5つくらい出してしまいました。手短にでいいのでお願いします。まず最初にお話がありました、夫婦選択的夫婦別姓制度を求める声、その後ろにある事情、私はそれよく分かる。ただ先ほど申し上げたように、そこにはいくつかの課題があると先ほど申し上げました。いいですか、同じことを言わない。したがって今まずそうした不都合を解決するためには、今の通称制度ではそれは対応できない、対応できない。したがって旧姓についても法律上の姓として認める、いわゆる旧姓俗称制度、もちろん一方で家族の今家族同制度という言い方をしています、これは維持していくべきだと私は考えていますが、しかしその中においても法律上の姓として使用を認める旧姓俗称制度、こういったこともあり得るんではないか。そしてそうすることによって法律に根拠がありますから、旧姓をしっかり使うことができる。今その公の中において旧姓が使えない、それが非常にビジネスをする上に、社会生活をするにおいて困難がある、こういう声があります。まずこうした困難を解決していく、これが大事だというのは私の姿勢であります。それから2点目のクォーター制度でありますけれども、その我が国その比例区と小選挙区があると思います。ですから比例区においてはやっぱりそうした女性の登用を考えていくということは私はあり得るし、やっていくべきだと思います。しかし小選挙区ということになると、この小選挙区は男性が出るんですよ、この小選挙区は女性が出るんですよということを決めて公募するということはどういうことなのかという、私はそんな思いがしています。後で言ったメキシコに行った時の話をここで喋ると長くなりますから、あそこは完全にそのフォーカー、パリティになってまして、ただそのためには候補者が州と州で男女でペアになって立候補する、そして最後見た時に男女比が違ったらひっくり返す、こういう大胆な仕組みになりましたけど、ただそれはやっぱり候補者を選ぶという選挙としてどうなのか、こういう思いは持っています。ただ女性を増やしていく、そしてそのために大事なことはやはり地方議会での女性、地方で活躍する女性、やっぱりそうした方を増やしていくということが国会議員における女性の基盤を厚くしていくというふうに思っています。それから裏金の問題であります。むしろ麻生派の裏金ということなんだろうと思います。ちょっと私も事情は全部承知しておりませんから、それに具体的に言及することはできません。予算委員会の筆頭理事としても先般の予算の理事懇でも野党からそういう話はいただいて、これは党の中で議論する、持ち帰るという話をさせていただきました。もちろん新たな事実が出てくればそれに対して的確に対応していく、これは当然の姿勢だと思います。最後に政策活動、私は10年という意味ではありません。原則今私たちがやっている政治資金報告書と同様にそのタイミングを見て公開すべき、これが原則。ただし一部公開できないものがあれば、それは第三者委員会で測る、そしてそこが了とすればそれは非公開する、そういう仕組み、そういう対応でいいというふうに考えます。
閣僚の比率だけ、はい、どうぞ、ごめんなさい、もう隣の方にいいですか、女性比率をちょっと聞いたら、閣僚の女性比率目指すもん、通知で出してください。あの閣僚の女性比率、まあ、閣僚はですね、まさに適材適所、適材適所が基本だと思います。まあ、そのためにも女性の国会議員、まあ、別に国会議員に限りませんけれども、そうした閣僚になりうる人たちを増やしていく努力がまず必要です。その中で、やはり意図的にその数を増やしていきながら、最終的には50-50 を目指す。これは当然だと思います。しかし今それができるかといえば、私は言うは易し。しかしできない。しかしそのために先ほど申し上げた努力を着実にやっていく、このことが私は女性の活躍につながると思います。ご協力お願いします。どうぞ、はい、フリーランスの白坂と申します。先ほどですね、子どもの医療費ゼロという話が出たんですけども、その一方で今は高齢者の医療費を上げなければいけないんじゃないかという議論が出されています。2021年の実績では35歳から39歳の保険料は約31万円で、医療費は約14万円にとどまっています。その一方で75歳から79歳の高齢者の保険料は8万円に対し、医療費は約76万円もかかっているという現実があります。で、若者の間では老人の負担が軽すぎるとか、高齢者に搾取されているという声が実際に上がっているんです。そこで質問なんですけども、加藤さんはですね、例えば高齢者の医療費3割負担を実現するなどといった議論を進めるであるとか、それは必要と考えておりますか、見解をお聞かせください。今のは医療費、まあ、医療費であり介護費の負担ということだと思います。で、これについては先ほど申し上げたように能力に応じて負担をしてもらう、これにつなげていかなきゃいけない。じゃあ今実際保険料の算定根拠、それになっているもの、そこにその人の加得しているものが全部入っているんだろうか、主としてサラリーマンのいわゆる何て言いますか、雇用所得、これが中心になっている。ですからそういったところも私は見直していくべきだというふうに考えています。ですから若い人、高齢者という年齢ではなくて、その人がどれだけ負担する能力があるのか、それで決めていく。そして高齢者の場合はやはりそれだけ費用がかかりますから、若い時はほとんど病院にも行きませんけど、かかるわけです。やっぱりそこがかかっているということも前提としながら、その生活に与える影響をよく見て負担割合を決めていく、これが大事。そして負担割合を決める時にはやはり負担能力に応じて決める。ですから若い人と高齢者の方と同じ所得であれば、例えばやっぱり同じ費用負担を求めていく、これは私は一つの考え方だと思います。とすると、裕福な高齢者がいるとすれば、やはり3割負担というのは当然であると、そのようなお考えですか。今でも高齢者の方、所得の高い方に対してはそうしたことを負担を上げていくという議論をさせていただいてますから、まあ、そこは負担能力に応じて負担を、医療費の負担も、保険料の負担もそうですし、医療費の負担も含めてですね、当然考えていくべきだと考えています。ありがとうございます、はい、では次の方、パークタイムズの大川と申します。加藤さん、繰り返し国民の所得倍増をおっしゃって、それがまあ一番大事な政策ということだと思いますけれども、国民の所得倍増ですね、その過去の池田隼人内閣では1960年代年平均の成長率が 10% になっていて、だからこそ所得倍増ができたという経緯があります。加藤さんはプランがあるとおっしゃいましたけれども、どうもこの10年ぐらい見ていると成長率はまあ鳴らせばですね 0.数%、 1% いくこともありますし、マイナスになることもある。これではとてもさっきおっしゃった10年15年では所得倍増に至らないんですけれども、プランがあるとおっしゃる場合に、じゃあ成長率はどれくらいになるのか、そういった具体的な計画はあるんでしょうか。先ほど言い続けなければな流れは変わらないとおっしゃって、スローガンなのかなと思ったんですけれども、もしプランがあるんだったら、その成長率のですね見通しとですね、その場合いつになったら倍増になるのかをお答えいただければと思います。そして先ほど30年間ですね、関連ですけれども、で日本の経済がダメになったということをずっとおっしゃっていて、
まあ、まさにその通りなんですけれども、一人当たり GDP38 位というところまで落ちていて、ただ30年間のうちに自民党が政権にいたのは26年間あります。これ自民党のせいだと思うんですけれども、かなりの部分がですね、その自民党の中の水曜の場にいらした加藤さんがですね、なぜここで急に所得倍増ということが言えるのか、その信頼性をどう担保するのかですね。で、最後に言っただけ、この競争、協力して作るということをおっしゃっていて、小泉進次郎氏の言っている、まあ、社会国政の見直しとですね、まあ、一種弱肉強食であり、新自由主義であり、加速主義とは随分違うと思うんですけれども、その考え方の違いを聞かせていただけないでしょうか。まず成長率でありますけれども、確かに、池田内閣の時はあれ、GDP で、あれ GNP を持ちます。それの、要するに倍増しようとすれば、まあ、計算上 7% 倍になる。これは明らかになります。ですから、私はやっぱり今回、どこの所得を見ていくのか、高齢化してきますから、日本全体の平均とすると、やっぱり高齢化に引っ張られます。しかし、見るべきところはやっぱり、働いている人の所得だと思います。そこに重点を当てて、そしてそれを上げていく。そのために、じゃあ賃金上昇率をどう考えるのか。先般の内閣府の試算では、高成長段階でも確か 3.3 とかそんな数字だったと思います。しかし、それでは低い。やっぱりそれをどう上げていくのか。例えば、所得分配率をどう考えるのか。あるいは、さらに、あそこにも書いてありますけれども、スタートアップ。まあ、こういったものの影響がこれには入っていないと書いてありました。まあ、こういったものをどう入れ込むのか。いや、もっと言い出すといろんなこう施策が、私、いろいろ具体的なことがありますけど。まあ、こういったものを総動員することによって、その賃金上げ率を 3.5 から4、5に上げていく。そしたら、例えば5に上げていけばですね、15年では必ず倍増することになります。大事なことは、15年先もありますけれども、毎年そういった形で上がっていく。そしてそれが上がっていくということを皆さんが納得していただければ、それならまだ上がっていくよね。消費も拡大すると思います。今いくらいろんな消費刺激をしてもそれが消費の増大につながらないというのは、いや来年は上がらないんだ。やっぱこの考え、これを払拭していかない限り経済は発展しないし、そして今見た国際比較で見たです、私は今の残念な状況、これは脱却できないというふうに思っています。そして2点目、もちろん26年間というか、この間ほぼ自民党政権でありました。やっぱり我々その反省をする中で、ただまずデフレから脱却をしなければならないという、そして安倍政権がスタートした時はむしろ失業という問題もありました。しかしいかに雇用を増やしていく、いやいや非正規が多かったというご指摘もありますけれども、結果的に雇用者は増えて、女性の働きも増えて、やっぱりこうしたことの中で量としては来た。しかしここからはまさに質ですよ。これを上げていく時代になってきた。むしろここからが私は勝負だというふうに。それから最後に競争であります。まあ、それぞれの思い全部承知をしているわけではありませんが、私のこの競争にかける思いは先ほど冒頭説明したことに尽きているんですけれども、やはりそれぞれの皆さんが大事なことはですね、一緒にやろうぞではないんです。よく議論をして、お互いを理解をし合って、意見を言った中で一緒にやろうぞ、一緒にやろうよ、これが大事だという。時間もだんだん近づいております。できるだけ簡潔に質問されたらぜひ回って、できるだけたくさんの方にお話しいただきたいです。じゃあ TBS の南波と申します。マイナ保険証についてお伺いします。今年12月に現行の紙の保険証が廃止される予定ですけれども、他の立候補予定者の方からその時期を見直すべきとの意見が表明されておりますが、加藤さんは、この時期、廃止時期、一体化の時期についてどのようにお考えか、その理由と合わせてお答えお願いします。まさに今のスケジュール感自体は私の厚生労働大臣で決めさせたスケジュール感であります。そしてその時の私の思いはやはりコロナの対応を考えたときに、やはり日本の医療、いやいや日本の社会そのもので DX を本当に進めていかなければですね、対応できない、まあ、強い思いがありました。もちろんマイナンバーカードだけで進むわけではありませんけれども、それと一方で院内の DX、 あるいは医療の DX、 これをしっかり進めていく、まあ、そういうことでより効率的な社会、あるいは効率的な医療が私は実現できるというふうに思います。
したがってベースは決めたスケジュールはやっぱりしっかり守っていくべきだと思います。しかし一方でいろんな懸念があることは事実であります。マイナンバーカードを保険証として使っている方には私の理解では資格確認も動きます。しかし一方でその人に対する資格がありますよという通知書が届かず、例えばそれを活用しながらです、当面の間はそれと、まあ、本人確認が必要かもしれませんけれども、それで対応していきます。やっぱりそこは柔軟な対応を求め、あるいは柔軟な対応をしながら、しかし大事なことは、やっぱりそれに向けて、いわゆる DX 化に向けて社会を進めていく。私はこの努力、いやいや、これを止めては私は絶対にならないと思います。はい、では、ニコニコ七尾です。よろしくお願いします。質問続いておりますけれども、かつての所得倍増などですね、これは正直我々国民は夢だと思ってます。ただですね、まあ信頼性で言うと、まあ、加藤さんは大蔵出資官僚でしたし、まあ、官房長官にもなったと。でそこである程度やっぱり期待したいと思いは正直あります。冒頭おっしゃったように企業の内部留保がこれ12年間で倍増しているわけですから、それに伴ってですね、賃金所得が大きく右上がりでもこれおかしくなかったと思います。そこで、倍増に向けてのですね、ロードマップを作るなど、そういったことも視野に入っているのか、つまりですね、国民に進捗が目に見える形にすることが大事だと思うんですが、この点です。まさにここでは書いてありませんけれども、当然これを進めようとすればある省庁だけでできるわけではありません。全ての省庁、あるいは経済界、労働界、いろんな皆さんの知恵を結集してやっていかなきゃいけない。そのためにも所得倍増国民会議、あるいは、まあ、名前はいろいろあると思います、まあ、そういったものを結集して、やっぱりそこでカンカンガクガク議論をし、そして具体的な対策、そして私も今先ほど質問がありましたけれども、所得倍増抽象的な言い方をして、じゃあどの信号でいくのか、まあ、こういったことも含めてですね、しっかり議論をしていく、そしてそれを大事なことは確認をしていく、そしてそれによって皆さんがなるほどこれは進むんだ、こう納得していただくことが私は一番大事なことだと思います。はい、山陽新聞のご覧です。今回示されたプランの2番目にですね、地域の持続的成長としてですね、地域の活性化につながる政策が行われています。加藤さんご自身ですね、選挙区に離島とかですね、中山間地域を抱えていらっしゃると思うんですけど、地方の実情をよく把握されていると思うんですが、この政策にかけるですね、思いを聞かせていただきたいのと、あとこの10年間ですね、自民党ですね、ともに地方創生とはだって地方の活性化に取り組まれてきましたけど、なかなかうまくいってるとは言い難いかと思います。加藤さんを目指すですね、競争社会っていうのはですね、これまでのこの地方創生の取り組みをどういうふうに転換していくものなのか、実現に向けた意気込みを合わせてですね、考えを聞かせていただけたらと思います。はい、地元だけではありませんけれども、中山間地域を回っていてですね、やっぱり特にコロナ禍が終わった後、私痛切に感じるんですけれども、そこに住んでいる皆さん方から、本当にいつまでここでの暮らしが続くのかっていう強い危機感をつけられます。やっぱりそれが肌身で感じているんだろうと思います。実際見ていても随分そんな感じになってきた。だから私は申し上げたいのは、このままでいくと医療もなくなる、介護もなくなる、教育施設もなくなる、子育てもなくなる、そこに誰が住み続けられる、じゃあそこに帰ってきてくれと言ったら帰ってくることができない。しかし今あるいろいろな素材というんでしょうか、今ある人たち力を組み直していけば、私はまだ地域は維持できる、まあ、簡単に言えば、例えば介護サービス考えてみてください。今基本は競争です。 A 社と B 社がそれぞれ競争します。人口が多いところは私はそれがうまくいくんだと思いますよ。だんだん人口が少なくなり、山の上に一軒家、こっちの上に一軒家、あるいは山の上に二軒家、それを A と B の事業者がそれぞれ行ってたら、これはもう商売にならなくなる。そして商売にならなくなった瞬間、何が起こると思いますか。みんないなくなっちゃうんです。
だからそうならないように、例えば今の例で言えば一社がきちんと経営して責任を持ってやってもらえる。しかしそのためには業務減りますから、いろんな業務をやってもらわなきゃ。そうするとそこで働く人もマルチタスク、これを求められると思いますけど、まさにそういう仕組みを今なってます。私はその仕組みを入れるべきだと思います。東京に入れると言ってたんです。そういった地域にはそういった新たな仕組みと新たな発想を入れることによって、あ、これだったら地域は維持できるぞ、こういう思いを私はぜひ持ってもらいたいし、一緒に持っていきたいというふうに思っています。そして地方創生です。話も悪いことばっかりではなく、地方創生の流れの中でやっぱりいろんないい動きは出てきていると思います。だからいい動きが出てきているところがある反面で、今申し上げたような過疎が一層進み、維持が難しくなってきたところもある。したがって前向きな話はこれはいろんな形で私は進めるべきだと思う。しかしそうしたことの対応がなかなか取れない地域、そこにもしっかり目配りをして、そうした地域においても住み続けられる仕組み、これをしっかり作っていく。これがやっぱり私も中山間地域を多く抱える議員としても、また日本全体を見る立場としてもやっていかなきゃならないことだと思います。はい、じゃあ2列目の一番から。自立通信の近藤と申します。先ほど女性活躍に関して、女性活躍という言葉を絞りするという強い言葉がありました。で男女賃金格差の是正どう進めるか、年収の壁について、撤廃すると主張されている候補者もおりますけれども、年収の壁のあり方、また、第3号被験者制度の、今後のあり方についてお考えがあればお願いします。まずやはり賃金格差をどう解消していくのか、これはやはり企業に対してこうした問題を開示していただくという、女性活躍推進法などを含めてですね、やっぱ開示、あれがいろんな意味でやっぱり世の中が変えてきたと思っていますから、そういった意味で改善をしていくということと、しかし明らかな異なる取り扱い、これはやっぱりしっかり是正をしていかなきゃいけないと思います。それはまさに同一労働同一賃金という考え方だと思います。それから同時により弾力的に働くことができる環境づくり、こういったことも大事になります。ここに少し手元に書かせていただきましたが、こういった施策をしっかりと進めることによって、女性がより働きやすい社会、これを作っていきたい。年収の壁といくつか壁があります。いわゆる106万円の壁、これについては今年も最低賃金が上がりました。来年も多分同じぐらい上がることを期待をしています。そうなってくると、ほとんどの地域が20時間というこの制限の中ではその水準を超えていってしまう、こういうことになる。まだ実質これはもうなくなっていく。もちろん20時間という壁はありますけれども、その賃金の壁は私はなくしていかなきゃいけないと思う。自動的になくすし、それが見えてきてるわけですから、それをなくしていいというふうに考えています。第3号の問題、これは働いている方と全く働いていない方、あるいは働くことができない方もいらっしゃいますから、やっぱり一遍に廃止するというのは乱暴になると思います。ただし実態を見ているとだんだん第3号の対象者も減ってきているわけであります、より働ける環境、より働いてもらう環境、これをしっかり作る中でですね、この3号の問題にも対応していきたいと思います。はい、そろそろ時間も過ぎてはいるんですけれども、もし、ので最後の人方ということにしたいと思いますが、もちろんまだまだ質問多数あると思いますので、本日お受けできなかった質問につきましては、書面で住所までお送りいただくか、公式のホームページの方でお問い合わせ欄がございます。そちらの方に書いてご質問いただければと、思いますので、最後、ありがとうございます。日経新聞中村です。日本総活躍だったり経済の好循環という言葉を使われていて、アベノミクスを想起させるような言葉だと思います。今回のプランを作るにあたってアベノミクスをどれぐらい意識されたのか、教えていただければと思います。どれだけ別アベノミクスと比較しながらですねことを作ったわけではありませんけれども、私も安倍総理と一緒にアベノミクスを推進をしてきた、私の中にその精神が染み込んでいる、それが今君塾もおっしゃっていただいた
私の言葉や政策の端々から感じていただいているそうではないかなというふうに思います。ありがとうございました。それではあの時間を先ほどもありましたら、説明しますので以上としまして、私はその効果を作る表現環境の終わらせていただきます。そう、先ほど申しましたが、本日お受けできなかった質問につきましても、事務所に行って、書面で、お届けいただくか、または、ありがとうございました。